第二次マケドニア戦争は、ピリッポス五世のマケドニアと、共和制ローマの間の戦争である。ローマはペルガモン及びロドスと同盟していた。ピリッポス五世は敗北し、ギリシア南部、トラキア、小アジアを失った。ローマは、マケドニア支配からのギリシアの解放を宣言していたが、実際には、戦後の東地中海における、ローマの影響力は高まり、やがてはこの全域が、 ローマ領となる。紀元前204年、プトレマイオス朝エジプトのプトレマイオス4世が没し、6歳のプトレマイオス5世が王位を継ぐこととなった。ピリッポス5世はセレウコス朝シリアのアンティオコス3世と共謀して、この幼年の王の弱みにつけ込み、プトレマイオス朝の領土を自分のものとし、また、勢力範囲を決める秘密協定を結んだ。ピリッポスは自身の関心を、まずは、 トラキアとダーダネルス海峡近くのギリシア独立都市に向けた。彼は、キオスをはじめとするいくつかの都市のダッシュに成功するが、同地域に、やはり関心を持つロードスとペルガモンはこれに懸念を持つようになった。紀元前201年、ピリッポスモセイは小アジアでの作戦を開始し、プトレマイオス長支配下のサモスの都市を攻撃し、ミレトスを占領した。 ロードスとペルガモンはさらに不安を覚えたが、ピリッポス5世はペルガモンの領域で略奪行為を行った。ピリッポス5世は続いてカリアを侵略したが、ロードスとペルガモンは協力し、バルギリアで彼の艦隊を阻止し、彼の陸軍が乏しい補給で投影をせざるを得ないように追い込んだ。この時点でロードスとペルガモンはピリッポスに対して優位に立っていたが、それでも、 ピリッポス5世を恐れていた。このため、地中海地域で急速に勢力を拡大していたローマに支援を依頼した。ローマは第二次ポエニ戦争でカルタゴに勝利したばかりであった。この時点まで東地中海に対するローマの関心は高くはなかった。イルリアをめぐってピリッポス5世とローマが戦った第一次マケドニア戦争では 決定的な戦闘は行われず、紀元前205年のフォイニケの和訳で終了した。近年のピリッポスのトラキアとコアジアでの活動も、ローマに直接的な懸念を抱かせるものではなかった。にもかかわらず、ローマはロードスとトラキアの訴えを聞き入れ、ギリシアの現状を探るために三人の大使を派遣した。彼らはアテナイに到着するまで、ピリッポスとの戦争にほとんど熱意を持っていなかった。 アテナイで彼らはペルガモンをアったロス一世とロードスからの外交施設と会談した。同時にアテナイはマケドニアに対して戦線布告し、ピリッポス五世はアッティカイ軍を送った。ローマ大使たちはマケドニアの将軍とも会談を行い、ギリシア諸都市の平和を保つように促した。また、アテナイ、ロードス、ペルガモン、アイトリア同盟はローマと同盟を結んで、 マケドニアの影響を排除し、先の戦争でのロードスとペルガモンの損害を解決した。マケドニアの将軍はアテナイの領土から去り、ローマからの最後通告をピリッポスに手渡した。ピリッポスは封鎖を突破して帰国していたが、ローマの最後通帳を拒否した。彼はアテナイ領への攻撃を再開し、またダーダネルス海峡周辺での新たな作戦を開始し、 重要な都市であるアビドスを包囲した。紀元前200年の秋、ローマ大使はピリッポスに対してギリシアの都市を攻撃しない、プトレマイオス長領を散脱しない、ロードス及びペルガモンとの調停を行うという内容の二度目の最後通帳を送った。もはやローマがピリッポスとの戦争の意思を固めたことは明らかであった。二度目の最後通帳を送ったのと全く同時に、 ローマ軍はイリュリアに上陸していた。ピリッポスは、紀元前205年にローマと締結した、ホイニケの和訳への違反はないと抗議したが、無駄であった。ポリュビオスによると、アビドスを包囲している最中に、ピリッポスは忍耐をなくし、アビドスに対して総攻撃を開始するので、降伏か自決したい者は3日以内に創生よとのメッセージを送った。市民たちは、 自らの手で女性及び子供を全員殺し価値あるものは全て海に投げ捨て男たちは最後の一人まで抵抗したこの話はピリッポスがマケドニアの勢力を拡大するにあたって残虐行為を行ったとの評判を示すものであるピリッポスはギリシアに積極的な同盟国を持っていなかったしかしギリシア人は第一次マケドニア戦争における ローマ軍団の残虐行為を覚えており、ローマに対しても熱心に支援することはなかった。ほとんどのギリシア都市国家は戦争の成り行きを見守るだけであった。最初の2年間、ローマの作戦は制裁を変えていた。紀元前200年の失政官、プブリウススルピキウスガルバマクシムスはピリッポスに対して多少前進することができたが、公認の失政官、プブリウスウィリウスタップルスは、 自身の兵の反乱に対処しなければならなかった。紀元前198年ウィリウスはティトス・クインクティウス・フラミニヌスに指揮権を譲ったが、彼は全く異なる将軍であることを証明した。フラミニヌスは未だ30歳前の若者であり、自他共に求めるギリシア文化愛好家であった。彼は戦争に勝利するためにローマのポリシーを変更した。それまでは、 ピリッポスが南部のギリシア都市に攻撃をかけてくるのを阻止するだけであったがフラミニヌスはギリシア南部都市の守備兵を転用しマケドニア本土を攻撃することとした。紀元前198年フラミニヌスはピリッポスに対して積極的な作戦を行い6月にはアオウスの戦いでピリッポスに勝利しテッサリアに退却させた。アカイア同盟は 伝統的に親マケドニアであったが、この時はスパルタとの戦争で手一杯であり、第二次マケドニア戦争にはここまで全く関係していなかった。さらに、ローマの勝利により多くの都市国家が親マケドニア的姿勢を取りやめた。しかし、マケドニア最初の王朝であるアルゲアス朝のルーツとなったアルゴスはピリッポスへの忠誠を失わなかった。 ピリッポスは講和の意思があることを宣言したが、ローマでの選挙が近づいていたので、予備交渉は極めて重要な時期に行われた。フラミニヌスは戦争を自身の手で終わらせることを熱望していたが、しかし翌年にもプロコンするとして、インペリウムを継続できるかはわからなかった。このため、フラミニヌスは、ピリッポスとの交渉を継続する一方、選挙の結果を待つこととした。もし、 ローマに戻ることとなったら、その前に直ちにマケドニアと講和する。もし指揮権が継続されたなら、交渉を決裂させて、戦争を再開する。紀元前198年11月、フラミニヌスとピリッポスは、ロクリスのニカエアで会合した。本会議の開始を遅らせるため、フラミニヌスは、すべての同盟国が出席すべきと主張した。また、フラミニヌスは、ピリッポスが、 ギリシア全土から撤退することを主張した。ピリッポスは最近占領したトラキアとコアジアの放棄は認めることを考えていたが、全ギリシアからの撤退は飲めなかった。フラミニヌスはこの条件はギリシアの都市国家が固執しており、解決のためにピリッポスにローマ元老院に施設を派遣することを提案した。ピリッポスはこの提案を受け入れたが、この時点でフラミニヌスは 指揮権が延長されることを知っており、ローマにいる彼の友人たちが交渉を妨害した。このため、フラミニヌスは戦争を継続することができた。ローマの思う通りにことが進んでいるのを見て、明るな家を除く、他の同盟国はピリッポすら離れた。このため彼は2万5千人の傭兵を雇用せざるを得なくなった。戦争を決定したのは、紀元前197年6月に、 トラキアで発生したキノスケファラインの戦いであった。マニプルズを単位として柔軟な戦術が取れるローマ軍は地形の利もあり、マケドニアのファランクスを粉砕した。ピリッポスはローマと講和せざるを得なかった。停戦が宣言され、天平の谷で講和会議が開催された。ピリッポスはギリシア全土から撤退し、征服したトラキアとコアジアを放棄することに合意した。 ローマと同盟して戦った。アエトリア同盟はピリッポスに領土価値上を求めたが、フラミニヌスはこれを受け入れなかった。合意内容は批准のためにローマに送られた。元老院は賠償金の支払いと海軍の降伏を条件に付け加えた。紀元前196年、講和条約は発行しその年のイストミア大祭において、フラミニヌスはギリシアの自由を宣言した。 にもかかわらず、ローマはマケドニア側の戦略上重要な都市であるコリントス、ハルキス、デメトリアに紀元前194年まで中屯を続けた。ありがとうございます。